柔道名勝負列伝。こんばんは。今年1年を締めくくる世界最高峰の戦い、柔道グランドスラム東京、開幕までいよいよあと3日と迫りました。今夜も伝説の名勝負を熱くお伝えしていきます。解説はアテネオリンピック金メダリスト庵野紀子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ庵野さん、はい、今夜の名勝負のテーマズバリ何でしょうか。はい、黄金の左手です。どのような試合なんでしょうか ね気になりますが、黄金の左手、日本女子重量級不動のエース塚田真希、女子無差別級の頂点を争う皇后杯8連覇を果たすなど、日本で今や敵なし。武器は恵まれた体格とパワーを生かした大外刈り。相手をねじ伏せる柔道で世界選手権など数々の国際大会でタイトルを獲得してきた。2004年のアテネオリンピック、順調に勝利を重ねた塚田は決勝に進出。対するはキューバのベルトラン。日本女子史上初の最重量級制覇へ大一番が始まった。塚田が見せた柔道史に残る大逆転劇。塚田にとってこのベルトランに対して必要なことは何でしょう。そうですね、以前にですね、勝ってると言ってもですね、ベルトランも世界の強豪ですから、はい、無心で戦うことですよね。そうですね、はい、いつも通りの柔道を見せてほしいですね。相手は95年から5大会連続で世界選手権メダルを取っているベテランベルトラン。ただ前回の世界選手権準決勝で塚田はこのベルトランに勝っています。さあ塚田真希の決勝戦、いよいよ金メダルに向かっての5分間が始まりました。右同士ですから、ベルトランの最も得意なコスト狩りは効かないと思うんですよね。はい、はい、足を使ってくるベルトラン。さあ塚田は組み手としてはこれはどうでしょうか。これでいいと思います。はい、はい、まずは組み手で勝ちたい塚田。今日は組み手を取ってからは非常に攻撃的な柔道を見せています。これも崩した。むしろベルトランの方がですね、袖口を持って、はい、消極的な形ですね。はい、キューバ勢としては今大会初めての決勝進出ベルトラン。さあ払い腰に行くが、ただこれもきっちりと見ては取っていませんベルトランです。さあ塚田真希、奥襟を取った、奥襟を掴んだ、しても袖を持っている。さあ塚田行けるか、大内これは空振り。さあここから足技に行きたいところ、小外に行けるか、遅いですね。あっと外はない、この後逃げないといけないですね。逃げないと有効、そしてあ技ありに今変わりました。技ありに変わった。あっと抑え込みに逃げました。逃げました。はい、逃げました。解けた。抑えに行ってます。後ろ手下げですね。おっと抑えました。抑えました。後ろ手下げため抑え込みに入った。さあ塚田真希、金メダルへのカウントダウンが始まる。ガッチリ入ってます。完璧に入っています。ベルトランは動けない。さあ25秒経てば金メダル。さあ塚田真希。逆転の金メダル、初めての栄光、初めてのオリンピック、初めての金メダル、やった。逆転勝ち塚田真希、日本女子最重量級初めての金メダル。弱気は最大の敵、お父さんの博さんが残したこの言葉、決して弱気になることはありませんでした。もう見事な、もう号泣、素晴らしい金メダルですね。顔くしゃくしゃしましたね。ねえ、庵野さん、この試合勝負を分けたポイントどこだったんでしょうか。はい、まずこの塚田選手の左手をですね、ベルトランはしっかり畳につけたかったんですよね。つけたかったんですけれど、決めが甘くて塚田選手の方は逃げますので、体を向きを変えてきたところに、はい、ある意味ベルトラン選手は体が乗ってしまったんですよね。あ、体重かかってしまった。で、はい、で、はい、そこからぐるっと回るときに塚田選手はもう後ろけさを狙いながらですね、この左手を、自分の左手で相手の左の腕を操作しながら、今もう掴んでますよね。はい、そういったところで、考えながら、また後ろけさを狙ってますので、はい、足の方も少しずつ流れの中で首は
襟を持たれそうになりながらも、しっかり後ろ袈裟を計算し、ズボンを抜いて体重を移動させながら、ここでしっかり決めてますよね。あの回転している時にもうすでに左手をぐっと掴んでいたわけですね、はい、やはりそういったのはやはりすぐできることではないんですよね、ですからあの日々の練習がやはりこれで生かされたっていうことは証明されていると思います、あれが黄金の左手です。当時あのリアルタイムであそこで見てた会場っていうのが、技あり取られた時にあーっていう感じになった後に、後ろ毛先黄金の左手で巻いて抑え込んだ時にはあーっていう感じになって、もう離さないでとか、使っちゃ離しちゃダメよっていうのをあの他の選手たちと一緒に大声で、本当に勝負は紙一重と言いますか、そうです ね柔道の、ね、魅力が詰まった試合でしたね、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。